月サム公園は札幌市豊平区にある都市公園。第2本帝国陸軍第7師団不評、第25連隊の小演習場跡地で環状台と名付けられていた。1905年、豊平村に移管されて住民奉仕で整備した。戦後、旧陸軍射撃用地も加わり総合公園となった。緩やかな傾斜が残る天然林を含む敷地内には野球場、 テニスコート、パークゴルフ場などのスポーツ施設がある。また、高台からは味噌の地区の街並みが一望でき、自然観察や散策、ノルディックウォーキングを楽しむことができる。1989年には日本の都市公園百選に選定され、1999年まで豊平区主催のリンゴ祭り会場となっていた。施設老朽化のため、 2012年より総事業費約26億円をかけてユニバーサルデザインに対応した施設改修や広域避難場所にふさわしい施設の充実化を図ることを目的とした全面的な再整備を行っており工事期間中は公園内の移動が制限されて一部施設が利用不可となる整備から8年かけ2020年に全面完成羊が丘通りと 環状通の交差点付近には、豊平区役所、豊平区民センターがあり、羊が丘通りから国道36号方面の環状通りは、りんご並木となっている。公園内の森は月寒神社の境内へ続いている。公園南側の一部は、通称、アンパン道路に接している。ありがとうございます。